ちょ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 ちんちゃん、バイバーイ。握手はあーく、あれ来ちゃった。よし。はい、ということで皆さんこんにちは、あんずです。こちらも桃色インコのみりんちゃんです。みりんちゃん今日もね、元気だね。元気なんですけれども、今日みりんちゃんはね、実は午前中病院に行ってきました。実はですね、みりんちゃんペットショップにいた時に初期の副鼻腔炎と診断されてまして、その時は投薬をして1ヶ月ぐらいで治ったんですけれども、昨日一昨日からね、また鼻水とくしゃみをしていて、1、2回のくしゃみではあったんですけれども、気になってしまったので、今日のね、午前中にね、病院に行ってきました。はい、で副鼻腔炎どういう病気かというと、ビタミン A の不足だったり免疫の低下によって鳥さんのね、お鼻からウイルスが入って中で炎症を起こしてしまう病気です。まあ、人間でいう鼻炎的な症状ですね。でまあ、ちょっと鼻水が出てたりとかくしゃみとか結構見逃しがちなサインなので、病状が悪化してから気づく人が多いって言われてます。病状が悪化すると顔がね、あ、ごめんごめんびっくりした、顔が大きく腫れたりとか、あとはね、目も結構腫れてしまうようです。結果から言いますと、お医者さんからはそこまで気にするレベルではないっていうお話でした。例えばくしゃみが継続的に出てたりとか、鼻水もね、もう1週間以上出てるって場合は副鼻腔炎の可能性があるんですけれども、まだそこまでの段階には至ってないっていうところで、今のちょっとした症状を抑えるために1週間お薬は出してもらいました。じゃーん、これなんですけれども、みりんちゃんのお薬1週間分ですね。で、こういう粉薬でお水に溶かして普段のお水と同じように飲ませるタイプです。抵抗なくちょっと飲んでくれるかなって思うんですけども、飲めるかな、みりんちゃん頑張ろうね。あとは、まあ、生活環境ですね。ちょっと環境がちょっと汚れていたりすると副鼻腔炎になってしまう可能性があるっていう風に聞いたので、今日はね、より綺麗にしようと思って、先ほどみりんちゃんのお家のね、おもちゃとかをすべて洗いました。すっごくお外の天気がいいので、お外で日光浴じゃなくて、あれしてます。はい、これからね、1週間お薬飲んでみてね、ほんとなんともなきゃいいんですけれども、まあ、ちょっとしたね、サインを見逃さないように飼い主頑張りたいと思います。で、以前ね、鳥さんを飼うデメリットっていう動画作ったんですけれども、その中で鳥さんの病院代が高いですよっていう風にお話ししたと思うんですけれども、発表します。じゃん、4200円です。まあ、やった内容としては先生に問診してもらったのと、糞の検査と、あとはもう1週間分のお薬を出してもらったっていう内容ですね。それで4200円です。結構なやっぱ金額になってきますよね。はい、鳥さんをね、飼うってことはやっぱり簡単じゃないっていうところも改めて知っていただけたのではないでしょうか。ということでね、みりんちゃんのね、今後の状態についてはツイッターとか、あと YouTube でも今後も発信していくので、ぜひね、見守っていただけたらと思います。みりんちゃん今日とっても病院頑張りました。えらい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 けどマスク噛まないよはい、ということで今日はうちの、桃色インコちゃんが病院に行ってきたお話でした。じゃあ最後、みりんちゃんみんなにバイバイして終わろう。ほら、みりんちゃんバイバイは、バイバーイ、バイバーイは、バイバーイはーい、ありがとうございました。よし、頑張ったね、偉いね、よしよし。